やらしい。そうだよ。バキュンカズです。近づけさせてます。今何時？こっちのセリフだよ。なんでお前が被害者面してんだよ。ということで現在時刻はなんと3時半でございます。深夜の。もう終わるって。眠いですね。今日も朝から一日 TikTok 撮影して。で、それ終わった後に心霊スポットで撮影して今に至りますと。はい、ということで深夜からとある企画をやっていきたいと思います。本日の企画はなんちゃいこれ、ネタラソカウトお泊まり会。はい、ということでもうタイトル通りでございます。本日の企画は今深夜3時半からまあ朝日が昇るまで寝たら負けと、まあアウトですねの企画をやってきて最後の話で、お前ありえないよ人のこと寝かせないって普通に。お前よ、なんの深夜2時27分だったらはるかの音毎回起こしてクソ見てたダンスでなんでこの3時半からキモいのスタートすんだよ。まあでも大体2時間とか3時間ぐらい耐えたらもう勝ちにしよう。なるほど。え、耐えるだけ？耐えるだけ。え、もう何しててもいい。10時間ってこと？まあまあ、なんかあるかもしれないけどね。それもだるそう。まあとにかくルールはじゃあ5秒間声かけてもトントンとかしても目つぶってたらアウトにしよう。なるほど。いや、トントンしない方がいいんじゃないの？うん。でも5、うん、見つかったらあるね。オッケー、はい、それで行きましょう、うん、はい、じゃあ早速今から朝まで、はあ、地獄全員で起きていきましょう。せーの、おやすみなさい。こう来たスクワッド。はい、ということで何します？何個かあるんだけど、いきなりやると危ねえもんなんからさ。なんなんそれ。危ねえもんか。民剤飲ましとか。それ終わりやんもう。じゃあ危ない薬飲ませる人を決めるゲームでもする、いきなり。薬があるよ。薬あるじゃん。でも、ゲーム。何したい？何でもいいよ、ゲーム。麻雀。長い。それぞれがやりたいゲーム、じゃんけんで。ヤジが勝ったらじゃあ麻雀ね。麻雀俺。はい、ヤジ麻雀。カズ。俺、カズじゃんけん。ずっとやんの？じゃんけん。あ、で負けたやつ。そう、負けたやつが罰ゲーム。そう。俺肩パン。ああ、なるほどね。痛いって言ったら負けみたいな感じ。痛いってかぶってじゃんけん。ああ、おもろい。やったことない。本気でね。本気でいくよ。手出して。いきます。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。おい、うわうわ、キモいの残った。お前なんで負けたの。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。何？カズじゃんけんで決まりだ。負け何に負けんすか。じゃあ負け2にしよう。負け2か、はい、じゃあカズじゃんけんのルール簡単に説明すると、はい、ただあなたたちはグーチョキパーを出せばいいだけです。はい、以上で、あとは俺が後から説明しようから。いきます。はい、まあまあ一回聞いてみる。じゃあいきます。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。ストップ。普通ならアイコだな。とりあえず、うん、変にチョキ出してる人は負けね。とりあえずとりあえず変にチョキ出してる人は負けね。意味わかんない。じゃあとりあえずそれはそう。で、こうした時にパーの勝ちですよね。だからパーは勝ちで、ヤジタコータ残しのじゃんけんが始まります。おぶねーおぶねー。納得いきません。違う、それはそうだ。だって排除して残ったのパーだ。排除した。排除されるんだ。チョキ気持ち悪いからとりあえず負けてるんだ。で、残り3人。最初はグーチョキっぽい。ストップ。はい、普通ならね。普通ならタワーが勝ちですよね。とりあえずグー、数字的に一番少ないのタワーとりあえず負け。深夜だから。深夜さっきの理論でいけば俺勝ちなのよ。そう、さっきの理論でいけば勝ちなんだけど、排除がいないから数字が一番少ないから負けなの。とりあえずタワー負け。すげえ覚えとけない。こうなった時にチョキチョキ巻いて指細い。コータ負け。でも負け。だから負けはコータとタワーです。まあまあまあです。おい、これはあんた。じゃあ分かりました。じゃあ負けはお願いよ。いきます。あぶねえ、マジで眠気なかったらぶっ壊した。えちょっと怖い。待って、なんと負けた2人はこちらを食べてもらいます。ガリガリ君です。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。俺もこいつを買って。俺もこいつを買って。
うわ嫌だな。でもいいよいいよ。なんだこれマジで。さじ加減どう思う。クソみてえなゲームだと。クソみてえな罰ゲームだなこれ。今のところ最悪。パーはいいや。もしかしてこれ待って。俺とケンゴとヤジ何してやりゃいい。このね今なんでちょっとカメラの前に座らされてるだけだよ。このなんでこれで起きてなきゃいけないんだよ。マジか。どういうことなんだよ。お泊り会だから。お泊り会なの。うん、じゃあお泊り会っぽいことしよう。麻雀するじゃん。え、マジで麻雀だと思う。いや麻雀するか。はだから一人はもうしょうがない、なんかカメラとかやっとけば。だからそのマージャン誰がしないかとか決める。いいよ。それじゃんけんで決めるか。普通のね。そう普通の。でじゃんけんで負けた一人がマージャンできない。オッケー。やばいこれの最初はグーじゃんけんぽい。おっとやばいこれ。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。おいしょー。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。はい、これしょい。やばい。おぶねー。マジガチ王決用意しろ。いっちゃん強い女の子が勝てばいいよ。ちょっと、一個前から理解できない。何が言った。いっちゃん強い女の子が飲む酒。いやもう、そっから話さないと。吉田沙織、吉田沙織、吉田沙織が飲むお酒。一番お酒強い女の子が飲むお酒って言った。だから言い直してもわかんねえ。ちゃんと罰あるから正式にやろう。じゃあ行きますよ、早速。はい、マージャンやっていきましょう、罰ゲームありの。よっしゃーい。ということで、なんとただいまの時刻、4時になりました。あー、じゃあマージャン来たらもう一発やん。早いね、もう4時。準備できましたか、皆さん。はいはい。今回皆さんにかけていただくものはこちらです。でん。でかっ。待って待って、多くね。待って待って待って、負けたやつはなんとそれ一本飲んでもらいます。やばい。氷結の負けた。だからケツのやつでいい。はい、一周長いんで半周にしましょう。半茶半茶ってことで、やじ俺が終わりってこと。うん、そういうことね。はい、オッケー。はい、カズ、じゃあとりあえず配っていきます。一周は長いんでね。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。お手並み拝見。ポン。お、アクセル全開でいきますね。まさか本ちゃんで麻雀する日が来るとはな。展開がまだ見えないですね。こんなもん誰も見とうないわ。こんなもん興味あるか。俺が料理作っとるわ。なんで料理するの。そっちは重要あるわ。はい、ということで皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。あの3人はね、麻雀やってるんで、ちょっと俺は退屈なんで、本日はお料理を作っていきたいと思います。じゃあ本日作る料理はこちらです。で、一蘭のラキラーメン。これやばいんだよね。これめちゃくちゃ美味しいんすよ。スタジオにいるときは1週間に1食ぐらい食いますね。何？やばい。ちょっとだけ気になってきたぞ。リーチはあのビンゴ大会で言うと、あと1個穴開けばビンゴっていう状況みたいな、そんな感じですね。ということで、まずは火を温めます。これも一人パーって入れる。はい、オッケー。で、次は油を入れていきます。ほぼもう完成。うわ、ええ。あ、カズとケンゴがリーチしてると。ロッ。おー、待て、一発決まりました。そんな、いい。マナー8000点。よいしょー。8000点。そう、8000点。カズが1回勝つぞ。はい、お疲れお疲れ。よっしょ。あ、ちょうど食い終わった。お待たせしました、こちらコテ特製一蘭風ラーメンでございます。はい、ありがとうございます。はい、食べてください。ありがとうございます。いただきます。固まっちゃう。怖い。おっとっと。ドーン。ふぅー。敗者はハーさんとケンゴさんです。あいやー、ただのサムロストローマンだよ。じゃ乾杯しちゃいなよ。うん、しっかりちゃんと飲んでください。おい。どう？
普通にうまいのよ、そりゃ普通に眠気くるやん。いやーこれロング缶1本は結構、俺だって昔まで寝たい時に たまにそれ飲んでたもん。アルチューやん。アルチューちゃうやろ。なんか幸せだな。だってヤジにとしては普通の生活なんじゃん今のところ。そうだね。俺大体5時くらいの出社じゃあまだ普通の生活だ、うん、お前めっちゃブサイクじゃね。なんかいやいや、なんかいや、なんかすごいな今日。ヘルメッポみたいな。ヘルメッポって誰だよ。知らねえのに切れんだよ。誰だよじゃないのよ。酔ってる。うん、酔ってるかもしれない。ちょっとた顔赤いよ、見て。赤くねえよ。酔っちゃった。るとかね。オッケーしたらここで一人殺そう。じゃあ飲みゲーやろうぜ。おっと、おもろい。乗りません。ドラマイと珍しいもん。誰？まあルールだけ聞こえ。何をする？お互いにこれチャンプルして、これで当てる。モーパイね。モーパイゲーム。当てられなかったら、はい、グイって。ああ、はい。先行ケンゴ。はい、僕いきます。はい、先行僕いきます。これです。はい、二のマンズ。はい。ああ、はい、ここからコール始まる。数万でした。数万、数万。俺ピーマン、はい、俺ピーマン、はい、俺ピーマン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 、シャークイー。はい、すごい。こんな感じです。おもろいかついな。大丈夫か今の。どういうわけなんだ。これすごいね。じゃあ次ターンの番。ターンの番これやります。はい、私ね。あ、むずいな。むずいな。イーピン。はい、イーソー。はい、イーソー、イーソー。俺、竹井壮。はい、竹井壮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 。はい、はい、ナイス、ナイスグレイ。コールいかついね。コールいかつい。はい、早飲んで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 、キャン。チュン、惜しい。惜しい。これなんだよ、毎回。竹井壮のこれ。2人とも終わるじゃん。あ、もう終わった。結構顔真っ赤になってるよ、2人とも。うん、一気にいってるからね、もう。いや、もう一気だよ。全然今気持ちいいぐらいだけどね。いや、気持ちいいぐらいが眠い。うん、じゃあ一回飲んでもらって。じゃあ乾杯して、みんなで。え、これ仲良く乾杯するの？おっと、何？どうしたの？どうした、ケンゴ？この一つを、やっぱ飲んだ方が絶対にいいと思うよ。確実に。ベロベロやん。やばい、ケンゴ酔いが回ってる。ベロベロよ、もう顔がやばいよ。確実にもう、りょうは一人が飲むべき。はい。結構怖いよ。ああ、なんかあんの？なんで笑ってんだよ。なんだよ、何？こいつ入っちゃった。もう入っちゃった。第一回、カズじゃんけん。おぉーってことは、カズくんも飲むってことですか？カズ君も飲みます。マジかよ。じゃんけんによってはね。じゃんけん、なんで参加すんだよ俺が。じゃんけん、お前負けてない。カズじゃんけんっていうやつで、まあルールは簡単ね。まあみんなはそれぞれ出してもらえれば、で後から俺がルールを足すだけっていう簡単なじゃんけんになります。面白い。で負けた方は、動画で2個も出してくんの。コップ一杯一杯のお酒を2杯とも飲んでもらいます。はい。ただそれだけです。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。せーの、最初グーチョキパイ、ストップ。はい、全然違うよ。普通ならアイコ。普通はアイコ。普通のじゃんけんならアイコですけど、カズじゃんけんは違います。えっか、前カズじゃんけん見たことあるんですけど、あのチョキやパーのここ切れて、おおお、なるほど。で、グーが、待って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 、一回待って。じゃあとりあえずターターが言うなら切ろう。切ろ、切ってもらいました。だってグー、うん、グーで、ケンゴと俺が一緒になるでしょ、うん、で、グータッチしてパーってパーン弾けて、で、2杯飲むのは2ってやってる炭酸でーちょっと暗くして画面2ちゃった。で、こあいつかわいいわー、こういうの。いいよ、飲む飲む飲む。ありがとう。
グイ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 あーペロペログイ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 あそこ舐めゲロ吐いちゃうんじゃないもんナイスグイナイスグイナイスグイそんいい食べ方ナイスありがとういやいやいやすげえあよっちゃうあははははメトしてないかわいいなんでぶつけたん今じゃあ一回横になりましょうあ、横になっちゃうちょっとやばいよこれこれやばいようわーやべねみはい、ということで横になりましたねで、しかも電気をちょっと消して、うん、なんかちょっとオレンジの塗りしてますこれシャレのやつだよねどうしたのカズも意外と限界違う、もともと限界だよそうか、その言語的なあれがあるのじゃあちょっといいですかうんそろそろ入りますかえこの音楽が残り10分なのでこれが終わったら終了それまで喋っちゃダメ、はい、終わるまで、曲が終わるまで喋っちゃダメ喋っちゃダメじゃあいきます、10分間喋れないよーい、スタートつぶってるよね、完全に完全に目つぶってますねうん5 4 3 2 1アウト完全目つぶってるよね完全だねこれしかも声かけるまで起きてないからね健康でも起きてなかった俺寝とったで、なんと、もう5時半おぉして、もう明るいっすはい、お見ての通りもう朝です家バレ、家バレやばい家バレやばい完全にということで、終了じゃあマジで何だったんいやね、もう眠いちょちょこれ楽しかった気持ちいいわということで、じゃあ今回の脱落者は健吾さんだけでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたそしておやすみなさーいおやすみやっぴーすくわどすくわどチャンネル登録よろしくねー